敵だ。一気に消えろ。 ひとまずは安全か。 敵だ。浮遊時に気をつけろ。 ヒーロー参上！ ってな。 バッチリ合わせるからね。 受け取れ！ やってんだ。 ついてきて。 行ってくれ。 もう一つおまけ！ 決まった！ やるぞ！ いつき！ ああ！ まずいな。ごめんみんな。嘘だろ、いつき。 こいつで消え。 一緒に行こう、クロム。おう。これだ。ありがとう。私頑張るね。ここまで。 クロム、まだいけるか。無論だ。これだ。まだいける。しっかり立たなきゃ。セッション、いける。飛んでっちゃえ。俺から行く。やった。ビビってなんてねえぞ。 燃えろ、俺の。まだ倒れないのか。ありがとう。私頑張るね。消費したカロリーで。特大パフェは無理そうね。飛んでっちゃえ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。その枠で行きましょう。 クロム、解き放つ。私から行くね。やった。私たちの勝ちだね。どうもです。俺の技、今の五木なら使いこなせる。 この力受け取って、翼。いいかしら。ひとまずは安全か。 助けよう。すごい威圧感だ。だけど。
勝って帰ろうぜ。うわあ、この戦い絶対負けられないよ。切り裂いて疾風。敵の動きをよく見るんだ。分かった。くらえ。気合い入れろ俺。それよ、いかせ。弱点発見。始めよう。よろしく。私だって大成功。うわ、翼無理してない？まだまだ大丈夫だよ。落ち着いて集中して。早く倒さなきゃ。はっ、ライガの動きを思い出せ。よし、どうよ俺の槍は。弱点発見。俺から行く。この日を逃すな。もう一つおまけ。決まった。うわっ、うわっ、やっぱり怖いかも。助かった。倒してしまえば怖くないわ。助かった。任せて。助かった。どうしよう。見てろ、これがヒーローだ。それよ。いいぞトーマ。やった、もらった。弱点発見。ついてきて。のじるなよ。絶対決めるね。決まった。うわっ、次はどうしようかな。落ち着いて集中して。どうする。くらえ。押せ。仕事に遅れねえようにな。でや、弱点発見。足を引っ張らないようにしないと。え、いいわね。これ決まった。みんなのおかげだ。この力、受け取って、翼。やったわ。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。なんとか。あれ、トーマの知り合い？畑中八草さん。この今回のライブの仕掛け人。名前だけ。どう、それより、この場所から出られます？おう。俺を構えろ、イツキ。こいつは強敵だぞ。おう、わ、こいつはやべえ。しゃあねえな。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。おい、見ろ。あそ。お姉ちゃん。待て、翼。一人じゃ危険だ。でも樹くん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん。あんな姿になったお姉ちゃんを見てたら、キリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ樹くん、小学生の頃、今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もっと落ち込むかと思ったよ。落ち込んでる暇なんてないよ。だって私、キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあ、トーマ。ああ、もちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ、翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。逃げるぜ。てあうちに気をつけろ。ひとまずは安全か。
パフォーマーが集まる新しい。どんなの？次は何？これでいい。それじゃあ、やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。何かよ。わかんない。あざ。
ミラージュの気配。敵だ。不意打ちに気をつけろ。